ほらほら、さっきの威勢はどうした？逃げてばかりじゃ戦えないだろう。死んじゃう。このままじゃ私死んじゃう。もうやだよ。助けて。くそ、力の差は歴然。地の利もこちらにあるはず。なのに追いつけないのはなぜだ。ウサギが最も本領を発揮する瞬間、それは逃げる時。まさにダットのごとく俊敏さで狩人の手から逃れるのだ。くそ、ウサギのくせに。駒の移動が確認されました。3分以内に東方向。遊んでないでさっさと片付けろってことか。仕方がない、ちょっとだけ本気を出すか。浮力は500キロ以上、パンチ力は1トンを超える。高等腕力に限るなら自然界最強。そのパワーをもってすれば脆弱な逃亡者から隠れ家を奪うことくらいわけない。君みたいなおどおどしたやつを見るとさ、ほんとムカつくんだよね。まるで昔の自分を見てるみたいでさ。あの頃の僕はもう死んだ。君も死んで生まれ変わるといい。今度はウサギなんかじゃなく、僕みたいなもっと強い獣にね。軌道？自然をいじめるな。しまった、つい熱くなって軌道のタブーを犯してしまった。説得が通じるか。いや、こいつに対して会話での意思疎通は不可能。殴り倒し離脱するしかない。僕のパンチを受けてビクともしないだと？冗談だよ、キド。本気にした。いじめるな。自然をいじめるな。なんだよその目は。知性のかけらもない下等生物のくせに、この僕を散々バカにしてきた連中と同じ目をしやがって。あいつらと同じようにお前もこの手で潰してやる。くらえ、ゴリラハンマー。私の駒が。お嬢様、これはどういう。何か問題でも？いや、何も。